回、マルキューから、発売されました、パワーイソメ。カラーは青、茶、赤、桜の4種類あります。使い方ですが、このようにつまみを、引いていただきますと、チャック袋の上部が開封できます。そしてこのように袋を広げて使えるので、クーラーボックスの上などに立てて置いておくことができます。中に入っているパワーイソメはこのように房状に分かれておりまして、この茎から1本ずつちぎって使うことになります。はい、今日はキス釣りなので、およそ3等分から4等分にして針につけたいと思います。イソメの頭から針を刺し、針に沿ってこき上げます。たらしを5ミリから1センチぐらい取って、一つの針が出来上がりです。今日は針が3本ついてますので、こんな感じにセットします。はい、じゃあ軽く投げます。着水したら、重りが海底につくまで糸を送って、そしたらベールを返します。そして糸を張って、ゆっくりとリールのハンドルを巻いて手前へ探ってきます。この時重りに重さが加わるようなところが駆け上がりになっているので、そういうところでは仕掛けを少し止めて当たりを待ちます。当たりましたね。あれ、ちょっと食い逃げかな。キス釣りのコツは常に仕掛けを動かすことで、魚に餌をアピールすることです。はい、かかりました。はい、キスが釣れました。よいしょ。はいはいはい、キス釣れました。うー、取った。さあ、何が釣れたかな。なんか当たりがちっちゃかったから、ハゼの仲間のような気がするんですけれども。はい、やはりハゼさんでした。マハゼくんです。はい、活性の高い時は向こう合わせでかかってくるけれども、活性の低い時や何かは、当たりがあったら竿先を立てる程度に合わせを入れてあげると針がかりすることもよくあります。よいしょ。はい、乗りました。これもちょっと当たりが小さいから、ハゼの仲間じゃないかな。はい、出てきました。はい、やっぱり、ハゼの仲間ですね。はい、よいしょ。じゃあそれでは、カラーを変えて次はちょっとやってみましょう。
はい、今度は青い染めタイプです。先ほどと、同じように、3等分もしくは4等分ぐらいの大きさに、切って針につけたいと思います。はい、じゃあ今度3等分しました。はい、堤防の、内側から今度外側を狙ってみます。はい、先ほどと同じように着底したらゆっくりと手前に誘ってきます。ここの堤防は、外側の方のが、変化が、少ないのでちょっと当たりがあるかわからないですけれども、状況が良ければ、内も外も、シロギスは釣れます。はい、当たりました。これはキスですね。いい引きしてますね。お、型もいいですよ。いいサイズのキスですね。はい、泳いできました。ほい、はい、釣れました。その日によってね、当たりの餌の色っていうのがあるんで、何種類かの色をローテーションして使ってみると効果がある時もあります。よいしょ。また触ってますね。はい、かかりました。はい、これも派手です。はい、またまた続いてエイリアンの登場です。派手の当たりですね。やっぱりね、一色以内はね、当たりは多いよね。よいしょ、乗った。こいつはキスだよ、多分。ほら、キスだ。一色以内で。よいしょ。乗りました。あれ、キスくんだと思ったらキスくんかな。あ、肩のいい派手でした。この時期にこの大きさだからきっと去年の残りでしょう。いい派手です。いい派手ですよ。今日は木更津沖堤で、ちょい投げで、シロギス、ハゼなどをちょっと釣ってみました。釣果は、ご覧の通りです。はい、半日の釣りで、シロギスが20匹ぐらい、それとハゼが13、4匹、パワーイソメだけでね、十分、釣りになります。皆さんも、ぜひパワーイソメでいい釣りを楽しんでください。